今ですね、タイのバンコクにいます。で、バンコクのどこにいるかっていうと、ソイの26にいるところです。スクリーンビット大通りのね、プロンポン駅の近く。で、本日2015年の10月の8日木曜日です。今ソイの26、そこがスクリーンビットの大通りなんですけどね。で、今東洋亭っていうところに近づいてます。で、これからね、ソイの26の界隈の、ね、マッサージ屋ちょっと今ね、参加しようと思ってます。この辺り一回住んでたらよくわかるんですけどね、ちょっと行ってみます。秘書ジャパネージカラオケクラブということで、まあ、日本のカラオケクラブ、怪しいっすね。多分これ持ち帰りできるね。これも怪しいっすね。大手町商事とか、これも結構怪しいね。これラーメン屋なんだ、波平か居酒屋。これもそう、日本人結構いいんじゃないかと。カラオケ、花火、花火、すごいね。これエンジェルマッサージね。これも結構怪しいですね。怪しいマッサージ屋が結構この辺りですね。この辺りのマッサージ屋は大体本番なんですよね。夜の桜のマッサージ、そこの怪しい光のイージーマッサージ、これも結構怪しいね。すごいね、ここら辺見て。そこら辺なんか完璧そうだね。ここ左ね、これは完璧そうだね。ドリームヘブンマッサージとか結構こんな感じで、ね、この辺りソイの26は、怪しいマッサージがねよくあります。あ、この話今聞いてますけどね、ここはねさっき言ったとこ健康的なマッサージ。スケベなおじさんたちが来てって感じですかね。